今回は1980年代以降に発売されたお菓子について解説していきたいと思います。定番のお菓子ってだいぶ昔からあることが多いんです。そんな歴史の長いお菓子について解説していきたいと思います。1. コーラアップ明治。コーラアップは日本で初めて発売されたグミである。発売当時はグミというカテゴリーがまだ普及しておらず、ゼリーキャンディとして販売されていた。プラスチックの容器に流し入れたグミにオブラートで蓋をした製造方法を採用し、オブラートの食感が当時は特徴だった。1997年に一旦販売が終了された後、2008年1月8日にリニューアル発売された。その際、プラスチックの容器オブラートは使われていない。リニューアル発売当時は関東エリア限定であったが、2009年1月から全国で販売が開始された。2. ガリガリ君赤城乳業。1981年に販売開始。以来、赤城乳業の看板商品となり、日本の農家の人気商品の一つとして有名となる。製造方法は薄いアイスキャンディーの膜シェルを作り、その中にかき氷コアを入れるという手法を採用。中に入れるかき氷は同社においてガリガリ氷と呼称され、当初大きな粒であったが、年々技術向上によって小さな粒に変更されたことや、2002年には安心安全を打ち出して増粘安定剤を天然ペクチンに変更し着色料は合成品の使用を一切止めるなど、その方針に沿った食品添加物を使用したことにより、ソフトな食感に変異している。製造本数は年々右肩上がりで、2013年度の総販個数は史上最高の4億7500万本を記録。日経 BP コンサルティングブランドジャパン2014ではコンシューマー部門部トップ編総合第14位、総合力上昇ランキング8位にランクインした。3. おっとっと森永製菓。森永製菓が製造販売発売している魚介類の形をしたミニスナック菓子。語源はある日社員が酒を注がれた際におっとっとと口にし、この語にインパクトがあり魚を表すととに通じることから名付けられた。全国各地にご当地おっとっとを展開、明治製菓のご当地カール、江崎グリコのご当地プリッツなどとともに、地域限定スナックの一つに挙げられる。バリエーションとして袋入りのスーパーおっとっとも存在する。1962年発売のアメリカペペリッジファーム社の人気商品、ゴールドフィッシュに似た形態をしている。4. パックンチョ森永製菓。1粒ごとに絵柄を楽しめるので、家でも外でも親子や友達と小腹を満たしながらコミュニケーションが取れるクリーム入りビスケットです。1983年4月15日に発売。発売当初から現在まで一貫してウォルト・ディズニー・カンパニーのキャラクターをパッケージデザイン及び表面の絵柄に使用している。発売日はかつてはオフィシャルスポンサーとして携わっていた東京ディズニーランドと開園日と同日であり、ディズニーとの関わりが深い製品である。絵柄は2022年6月上旬発売から42種類、常時100や300種類の絵柄で、レアとしてハート型のものもあった。期間限定のパッケージデザイン、絵柄が発売されることもある。地域限定の商品も存在していた。5. チョコパイロッテ。オリジナルは1917年のアメリカ合衆国南部に遡る。テネシー州チャタヌーガにあるチャタヌーガベーカリーが地元の炭鉱労働者向けにグラハムクラッカーにマシュマロを挟んだムーンパイを製造した。日本では第二次世界大戦の後、アメリカ兵が持ち込んだことによりこの菓子は人気が上がった。1958年、森永製菓からビスケットにマシュマロを挟んでチョコレートでコーティングされたエンゼルマークのエンゼルパイが販売されている。1983年にはロッテがケーキ生地にクリームを挟んだチョコパイを販売開始。6. コアラのマーチロッテ。日本のロッテが1984年3月より発売しているチョコレート菓子。六角柱の箱にビスケットが約30個入っており、そのビスケットにはコアラの絵がカラメルで印刷され、中にチョコレートが注入されている。ロッテのロングセラー商品の一つで、日本の他20の国と地域で発売されている。1984年、オーストラリアからコアラが送られコアラブームに沸いていた日本で発売され、後にアメリカ、中国、台湾、シンガポール、サウジアラビアなどでも発売された。なお、明治製菓は、
この製品の発売より前の1979年に日本でこんにちはパンダというパンダの絵柄があしらわれた同様の製品を発売して、商品名にマーチが入っているように当初は12種類でマーチングバンドをイメージしたものであったが、それ以外の絵柄が非常に多く増えていき、2014年2月現在、男の子のマーチくんと女の子のワルツちゃんを代表にトモコアラが500種類ある。7、カラムーチョ小池屋。小池屋が製造販売するポテトチップスで、チリの味をベースにした辛味の強いスナック菓子である。キャッチフレーズはポテトが辛くてなぜ美味しい。国内産の生ジャガを100使用し植物油で揚げて作られる。商品開発のきっかけは、新市場の開拓。昭和40年代半ばまでの高度経済成長期、ポテトチップスは家族で楽しむ菓子だったため、大人がお酒のおつまみで楽しめるようなポテトスナックを作ろうと発案した。味付けを模索する中、開発担当者が米国視察中にメキシコ料理に着目。チリ味が面白いということになり、辛いだけではなく、オニオンやガーリックなど秘伝の旨味を加え、辛さが売りという全く新しいポテトスナックを完成させた。商品名はたくさんの辛さを楽しんでほしいとの思いを込めて、辛いの辛と、スペイン語でたくさんを意味するムーチョを組み合わせた。8、ヤングドーナツ宮田製菓。岐阜県各務原市に本社を置く宮田製菓株式会社が製造販売を行っているお菓子である。砂糖や蜂蜜などで甘く味付けされた一口サイズの小型のドーナツが一袋に4個入っているお菓子である。シンプルな味付けであり、牛乳やコーヒーなどとは抜群の相性である。1988年昭和63年に誕生。2018年には発売から30周年を迎えた。子供向けというコンセプトをもとに、一口タイプのハニードーナツを子供でも食べきれるよう小さなトレイに4個並べ、子供のお小遣いでも購入できるようなお手頃価格に設定し販売された。いかがだったでしょう？高評価とチャンネル登録をお願いいたします。コメントをしていただければ、嬉しいです。